APOD、2015年1月4日、細いレアに隠される、これまた細い土星。巨大惑星、土星周辺の壮大な景色を映した今日の少し地味な写真には、物静かな色調と、一部が照らされた球体、輪の細い線、そして控えめな影が取り上げられています。この数年前に撮影された、細く欠けた土星と、その衛星レアを写したカラー写真は、今土星を周回している探査機カッシーニが撮影したもので、この時カッシーニは、ほぼ太陽の方向を振り返っていました。今日の写真は、とても目を見張るものですが、実は、衛星レアが、親の惑星の手前を、滑らかに通過する様子を写した、60フレームの無音の動画の一コマです。この時、カッシーニは、土星の輪のほぼ延長線上にいたため、いつもなら非常に感動的な姿を見せてくれるその輪も、この写真では中央を走る細い線にしか見えていません。明日の APOD は、狐対一角獣です。